はい、どうも皆さん、こんにちは、シャンロンです。ということでね、今回なんですけど、今回はね、シーズン3もね、ちょっと延長されちゃったけど、そろそろね、終わるということで、最近ね、流行っていたシーズン2の、バグをね、今回はね、ちょっと3つなんですけど、それをね、紹介していこうかなと思います。こういう系の動画がいいと思ったら、チャンネル登録と高評価、ぜひお願いします。ということでね、早速やっていきましょう。で、早速ね、まず一つ目なんですけど、まずね、一つ目はね、パーティーロイヤルに入ります。とりあえずね、シーズン2のバグまとめって言っても、どんどんね、アップデートされてって、できなくなってたものもあるんで、今回ね、一応、面白そうだなと思った、最新のバグを、3つね、紹介していきます。ね、パーティーロイヤルに入ったら、まずですね、ジェットパックですね。はい、ジェットパックを探します。探すっていうか、そこら辺にあるんですけど、あった。ここですね、ここ。皆さん、ここです。ちょっと俺わかんなかったけど、すぐ見つけなかったけど、ここにね、あります、ジェットパックが。はい。で、このジェットパックを買います。で、これ装備するじゃないですか。で、まずね、ジップラインがある場所に行きます。はい。ここだね、ここ。これ下でも、こっちから行ってもいいし、下側からね、行っても全然いいです。どっちでもいいです。はい。で、ここにね、来たらね、何をするのかっていうと、まずね、このね、ジップラインしようって出てるとこの、この下のとこで、なんでもいいんでね、ちょっとエモートをします。あ、これ、歩くやつ、歩く系のエモートが一番いいのかな。とりあえずね、なんでもいいんで、ここでエモートをします。長く続くやつね。すぐ終わっちゃうんじゃなくて、長く続くやつを、エモートしますと。じゃあ、これでいいかな。これをエモートします。そしたら、ジップラインを使用します。で、ここで、ね、このエモートした状態で、始まるんで、あとはジェットパックを使います。すると、こんな感じでね、飛ぶことができるんですよ、これ。これめっちゃ面白くない？これ超面白いと思うよ。俺、タコ揚げで飛んでんだけど。こんな感じでね、ほら、終わっちゃった。そうそう、こういう感じで、ジェットパックを使って、モートジャンプみたいな感じでね、遊ぶことができるんですよ。これマジで面白いと思う、本当に。これマジでいいわ。もう一回やりますか。違うエモートでやりたいね。なんだろうな。なんか浮いてて面白そうなもの。あ、バイク。これやばいでしょ。やばいわ。って。外れちゃった。ちょっとなんか、映画みたいな感じだった、今。浮くバイク。車あったら完全ハリーポッターだったけど、今。待って、もう一回バイクやりたい。こうでー。いや来たバイクで浮いていますジェットパックのガスが。すげえよ、これ。これめっちゃ面白いな。で、もっと面白そうな妹をね、ちょっと開発してね。これね、皆さんね、これぜひやってみてください。浮いてたら面白そうで、長く続くものだよね。これとかね、これ。ちょっと待ってね。あれもいいな。これとか超かっこよくね。ちょっとあれ、ぴょんぴょん跳ねるやついくか。これで空を飛んでいくみたいなね。これで、強い。すごい。なんかさ、すごくない？これ。マジで空飛んでるみたいじゃん、これ。ほら。おい。はい、こんな感じで、はい、じゃあね、次二つ目に行きます。はい、でね、次は二つ目ですね。で、二つ目は、クリエイティブで、やります。はい。で、まず、ロボットを出します。はい、ロボット。を、これをね、装備して、で、もう一つ、必要なもの、インフィニティブレード。これも装備します。で、そしたら、こうね、ロボットを、ここに置きます。向きは適当でいいです。はい。で、これを、ロボットを置いたら、ちょっとね、こう、ロボットのね、前にね、こういう感じで、建築をします。はい。はい、で、こういう感じで建築をしました。で、そしたら、このね、インフィニティブレードを、ちょっと拾ってもらって、そしたらね、このインフィニティブレードをね、まあ、ここら辺に置いて、はい、自分の島の設定のゲームの、スポーン地点ですね。スポーン地点を、これですね、現在地ってやつにします。はい。で、そしたらゲーム開始。でね、これでゲームが開始されたらインフィニティブレードを持って、で、このね、ロボットに乗ります。で、ロボットに乗って、で、ここからなんですけど、ここからゲーム終了を押すんですけど、ゲーム終了してから、まあ、2、3秒かな、まあ、多分2秒、まあ、2.5、そんぐらいの、時間になったら、このストンプっていうね、まあ、踏む攻撃があるんですけど、それをやります。まあ、ちょっと見ててください。いきます。はい、ゲーム終了します。1、2、はい。あー、これは失敗だね。そうそう、こんな感じで、まあ、今はね、失敗しちゃったんですけど、こんな感じでね、タイミングが合うと、成功できます。はい。今の失敗だね。で、ドライブをして、で、いきますよ。はい。押してからね。1、2、3。あーって。これどうなった？なんか俺いるんだけど、ここに。ちょっと遅かったかな、今の。なんかいる俺が。変なとこに。どう？で、これね、まあ動けなくなってるんで、まあここね、リスポーンしてもらえれば、動けるようになります。どうだろうこれ。半分成功かな？どうだろうな。ちょっと遅かったね、今。やっぱ 2.5 ぐらいだな。あ、でも、いる。一応、見えるかな？多分ね。ここにね、俺がいるんだよ、これ。見えるかな、これ。これ。一応いるんだけど、まあ、これね、失敗なんで、置けないと。あ、いや、いるぞ、ここに。じゃあ、ここにいる。うわ、これにダメージ入るんだけど。やばい。やばい、これは。これはやばい。面白いな、これ。なんか足動いてんだけど、キモくね、これ。こんな感じでね、まあ、自分のね、クローンを作ることができるんですね。まあ、これはね、失敗なんですけど、まあ、成功するとね、まあ、普通にこうやって、前に歩いていくんですよ、こうやってクローンが。だから、そのまま走ってって、海に行かないように、この壁をね、作ってるわけなんですけど、まあ、こんな感じでね、クローンを作ることができます。俺に食らうのがちょっとうざいな、こいつ。なんかいる。なんか別キャラクターいるんだけど。もう誰だよ、これ俺や。さっきのね、二つ目のクローン出すやつなんですけど、まあ、あれ、クローン出した後ね、まあ、結構バグるんでね、もう一回なんか別の普通にタイマンとかやりたい場合は、まあ、一回クリエイティブをね、抜けてから、もう一回入ることをね、おすすめします。結構ね、バグっててね、変なとこでバグが発生します。はい、でね、次3つ目なんですけど、このね、ケビンの浮島ってやつを出します。はい。まあ、このケビンの浮島っていうのはね、これですね、これ。これを出します。で、そしたら入って、で、入ったらですね、まずね、このマップを開いて、この一番端、まあ、どこでもいいですよ、これ。どこでもいいんですけど、まあ、多分ここが一番わかりやすいかな。ここにね、このね、マップ、このピンの刺した、このマップのね、一番端の場所に行きます。はい。で、このね、一番端のとこまで来たら、多分ね、こういう感じで、まあ、オレンジの線が出てくると思うんで、そこの手前の場所で、まずね、どれだっけな？これですね。このホバープラットフォームっていうものを、まずね、装備します。はい。で、このね、ホバープラットフォームっていうものを出したら、このね、水面の、まあ、これ一番下っていうのかな、もうこの水面ギリギリの場所に、置きます。はい。こんな感じでね。で、そしたら、これをね、置いたら、ちょっとね、普通のモードにして、で、これね、ちょっと建築をします、こうやって。はい。で、ここに建築したら、ここにですね、スポーンパッドを置きます。どこだ？スポーンパッド。これか。はい。で、スポーンパッドを置きます。で、置いたら、まずですね、ここにね、置いたらですね、次は、この資材をね、適当に出します。はい。そしたらこっち側に降りて、でこの資材を取って、この建築をしますと。はい。で、これができたら、このね、自分の島ので、これでね、このゲームの、このゲーム終了後のスポーン地点っていうやつがあるんですけど、これを、ゲーム開始前の地点にして、で OK します。でそしたら、このねギリギリのラインに立って、ここでねゲームスタートします。でこのままゲーム終了します。はい。そしたらですね、こんな感じでこっちでもねスマホをこういう風に使えることができるようになるので、そしたらですね、ここをちょっと飛んでもらって下行けばわかるんですけど、まあ、ここがねちょっと底なし沼になってるんですよ。そうだから、ここね底なし沼のこの底に行かないように、こうやってね建築をしていきます。はい。この建築をしてこれ、ね、地面をね作ります。ここにこうやってこんな感じでほらほらこうやって地面を作れば落ちないんでね、その底なし沼に。でこんな感じでね印がつきましたと。まだこっちか、こっちもあった。はいはい、つきました。でそしたらですね、このモードを解いて、あちょっと待って、このモードを解いて、ここにねボーラーか、ホバーボードをね出します。でホバーボード出して、そしたらですね、これに乗って、あとは、ここに入るだけですね。はい。こんな感じです。で、入ったらもうこんな感じで、水面の中を、こういう風にね、移動できるみたいな。まあ、だからシーズン3は、まあ、水没がリークされてるんで、まあ、もしかしたらね、こういう感じになるんじゃないかな、みたいな。そういう予想の、島っていうかね、まあ、そういうのを作ることができますよってことですね。はい、ということでね、今回なんですけど、今回はね、こういう感じの、面白い裏技っていうのを、まあ、バグかなっていうのを、3つね、紹介してったんですけど、皆さんはね、どのバグが面白かったですか？まあ、自分的にはね、まあ、エモートのやつ結構面白かったね。もうちょっとまだ遊びたい感じあるな。まあ、ということで、今回はね、こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価ね、お願いします。